向井康二、佐久間大介、宮舘涼太が向かい合いアイコンタクト。息ぴったりのブレイクアウトバッキバキダンス動画公開。最後は宮舘がカメラに向かってパンチやられた、の声が続々スノーマン公式 TikTok で、向井康二、佐久間大介、宮舘涼太による新曲、ブレイクアウト、ダンス動画が公開された。最初は、しゃがんで向かい合っていた3人。サビが始まるとおもむろに立ち上がり、向かい合ったままバッキバキに踊り出す。黒キャップの向井は、激しくダンスするとパーカーの中のタンクトップから、肩がちらり。佐久間は銀髪をなびかせながら踊り、宮舘は向井と佐久間に視線を送りながら踊る。三人で近づいたり離れたり、ダイナミックな動きを見せ、途中からは宮舘が前に出てセンターに。最後は、宮舘がカメラにパンチするような振りで締めくくられる。立ち様の最後のパンチにやられた、さっくん銀髪に合う、康二のキャップは反則などといった声が続々と到着している。